やばい、声がどうした、どうした、なんでだろう、最近感じよかったのに出なくなっちゃった、あやー困った、お茶飲もう、龍角散飲まなきゃ、はい治ってませんこのまま、すいません、このまま行かせてもらいます、喋りすぎたのかな、最近でも調子良かったのにね、ねねとか言って、それではすいません、あの初めて見る方いらっしゃいましたら申し訳ございません、ちょっと声が喋りすぎて声が出なくなってしまいました申し訳ございません、いつもはもっと、いつもはもう少し可愛い声なんですけれども、いつももう少し可愛い声なんですけれども、酒焼けでもタバコも吸わない、タバコも吸いません、お酒もほとんど飲みません、ですがこのような状況に陥りました、あの本当はどんな声なのか気になった方は、これセカンドの、セカンドの、チャンネルなのでファーストのメインチャンネルを見ていただくかチャンネルを見ていただくか、1個前の動画を見ていただけるとすごく嬉しいでございます、ありがとうございます、すいません本当に、秋山さん先にこっちやろうかな、こちら、なんとね、ゼロデニール、これあのケンジさんにいただいたんですけれども、ゼロデニールの、タイツなんですよ、すごくない、私いつも履いてるのが15デニール以下のストッキングが薄くて好きなんですけど、冬、夏冬関係なく、これはゼロ、ほらゼロデニール、ゼロ D、 ゼロ D、 すごくない、ちょっと開けさせてもらうね、ゼロ D だよ、ゼロ D、 ほー、こうやって光に当てると薄いな、わかる、めっちゃ薄い、おー触った感じ全然違う、あのあー全然違う、めっちゃ薄い、めちゃめちゃに薄い、ほら透けちゃうもん手が、うん、ほら完全にめちゃめちゃに薄い、やばいねこれ、ちょっと今日普通のベージュ履いてるんですけど、ちょっと待ってね、ベージュを履いてるんですけど、ベージュと、じゃあこれなんて言うんだっけ、これなんて言うんだっけ、これなんて言うんだっけ、スパッツ、じゃあこれを履かせて、今生足、ほー、あめっちゃ綺麗じゃない、ちょっとめっちゃ綺麗じゃん、ほら、めっちゃ綺麗、足めっちゃ綺麗に見える、ほらちょっと待っててね、履いてくるから、あらいいんじゃないですか、結構ねゼロデニールだから薄くてさ破れちゃうかなって思ったけど、結構しっかりしてるよ、結構しっかりしてる、破れそうって感じしない、いいんじゃないの、ほら
めっちゃ綺麗に見えるじゃん足どうかね、どう、 ありがとうございます、いいです、めっちゃ気持ちいい、ゼロデニールいいですよ、寒いとかもそんなの気にしてられない、冬だから寒いとかそんなこと言ってたら気にしてられないんで綺麗さを求めるならこれとてもとてもいいと思う、綺麗だよね、しかもちゃんとなんていうの、引き締めも入ってるからね、さっき言ったけどさ、しっかりしてんだよね、だいぶ生地が良きだよ、ありがとうございます、本当にライブでも履かせていただきますね、ありがとう、ちょっと試しに買ってみてとても良かったのですごく嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、すごいですよこれ、ぜひ寒さを気にしない彼女、そして奥様にもぜひ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 と思います、ありがとうございます、そしてじゃあ高野菜に移りますね、高野菜、秋山さんがフライング組いきます、秋山さん、かげろうちゃん、モフちゃん、高兄ちゃん、高兄ちゃん残念、そして高野菜一番を取ったのは1白玉子ちゃんでございます、白玉子ちゃんだった惜しい高兄ちゃん白玉子ちゃん1番ということで、書きました少々お待ちくださいね、紹介します後で、そして北直ちゃん、レオちゃん、かげろうちゃん、秋山さん、ふみ兄ちゃん、ダックちゃん、秋山さん、白玉子ちゃん、高兄ちゃん、そしてちょっと待ってね、管理画面を見ますと、ちょっと待ってね、高兄ちゃんまで行ったでしょ、でその後に白玉子ちゃん、北直ちゃん、レオちゃん、かげろうちゃん、秋山さん、ふみ兄ちゃん、ダックちゃん、シャデモちゃん、高兄ちゃん、上田さんということで、なんとブービー賞高兄ちゃんが取ってるのよ、なんと、まあなので高兄ちゃんは惜しかったの、マジであとちょっとで3冠だったの、高兄さんビンゴ取ってる、高野菜あと一歩のところだった、本当に高兄ちゃん、白玉子ちゃんだったの、そしてブービー賞高兄ちゃんが取ってるということで、なんと2冠でございます、そして3冠めちゃくちゃ惜しかった本当にありがとうございます、 T シャツ残念ということで、高兄ちゃんはビンゴと、ブービー賞2つ取ってるので、チキが2枚なわけですよ、チキが2枚なの、だから1枚はこちらに書かせていただきましたので、高兄ちゃんが好きな時に今日取ってって言っていただければと思います、1枚は取りました、1枚はこちら、ちょっとねすごく高兄ちゃん頑張ってくれたので、私も頑張って取りました、見せられませんけど頑張って取りました、そしてこちらトモさんは開始前に大きいスパチャをくれましたので、取る時言ってねって、トモさんのやつ1枚取っとくから好きな洋服の時に取るから言ってねって言ったら、めんどくさいから今日取ってって言われて、めんどくさいから今日取ってってなんだおめえやろ、トモさんめんどくさいから今日取ってじゃないよ、取ったよトモさん、これでこっちがトモさんと高兄ちゃん取りました、そして、こちらね、白玉子ちゃんがアイコンを撮ってくださいましたので、アイコン書きました、白玉子ちゃんどうする、チェキにする、アイコンにするっ
って言ったら、何か可愛いアイコンをハムハム的なのっつってハムハムポーズでよろしくどうぞって言うから、ハムハムポーズってなんだと思って、ハムハムポーズってなんだと思って、ハムスターハムスターを書きました。ハムスターが、ハムスターが、パンツをハムハムして書きまして、でこれにまずハムハムを足しますね。まずハムハムを足して、そして、白玉粉を出しました。ハム卵にしようか悩んだんですけど、上にハムハムって書いてあるからいいかなと思って白玉粉にしました。パンツを食べてる、ハムスターですね。で、丸に収めるとこんな感じ。つぶらな目で、パンツを食べる。お気に召していただけましたでしょうか。次に撮っていただいた際はお絵かきじゃない、色塗りさせていただければと。さすが教授、さすがパンティ教授、白玉子先生。こちらパンティ教授はね、ロストジャッジメント、ジャッジアイズのゲームに出てくる、人でございます。じゃあ皆さんありがとうございます。ちょっとバイバイ、ちょっと龍角さん飲む、バイバイ、ありがとう。